Amazing. それでは両先生、はい、お願いいたします。どうも。準備ちょっとしてる。使えない話です。さっきもね、ガオスのあれだけでも聞きながら思ったんですけどね。あ、こういうのか。セットインをお願いします。あ、はい。これはいいや。これはこの辺に置いとこうかな。で、撮影用にあげますか。はい。はい、研究所ポートみたいな。何が起こるかわかんないところがいいんですよ。あ、これすみません、足ですか。はい。歌っているところを私もよく最近ライブでやるんですけども、はい、撮影する高さ、愛のスマホをここに置いて映すんですね。あ、でそれをやりながらどこ行った、で マイクまずどこで歌うかを決めた方が、ね、どこでやりましょう、ね、これ入れますか。次の先生、これ使いますか。この位置で使います。じゃあ戻しますから。関係ないです、大丈夫です。あんまりあることは私は入れない。仲間に変わりない。カメラの声なんですけどもね、あれも他の怪獣で使い回ししてないですよね、割とね。あ、先生どこ行ったかな。あれ言いますよね、カメラのオリジナルカメラの声って。あれ使い回ししたっけ。あんまりしてないですよね。してないですね、でも私ちょっとアニメで聞きまして。あ、本当に。ええ、ゲゲゲの鬼太郎の野槌という妖怪が出てくるんですけど、デザイナー、それの声がカメラだったんですよ。あれ大変だったっけ。いや、新鋭、あれは東映漫画祭りでやつような気がなんとなくするんで、あれは関係ないのかなと。これ鉄ゲタでしょ。手付けたきーんって。何うちわの話してる。先生方、何うちわの話してる。中学校の頃にテレビで見てびっくりしちゃって、そのこと誰かに言いたくて言いたくてしょうがなくて今みたいにこうオタク文化っていうのがなかったんで大変だったですよ。似てるよ。その気持ちをどこにぶつけたのか分からなくて、ロゼシの声がガメラの声と同じだと思って王様の耳取りじゃん。でも誰も聞いてくれないって。はい、すいません、編集点ここからでよろしいですか。宇宙も危ないかな、はい、それでは両先生お願いいたします。撮影そこですか。あ、そうです。まず歌うところを、はい、あ、歌いながらこれを撮影するのは無理だから、はい、歌は歌、撮影は撮影でいきます、はい。撮影しながら録音っていうか、はい、歌ってるのを撮ります。まずですね、あ、大雑把、今日やろうと思ってるのはライブをここでやります。それを今撮って、それをこの場で YouTube に上げるっていうの、その段取りをチャチャチャってやってるんです。今回権利とかオリジナルとか非常にうるさい企画になってるので、全然問題ない曲を、あ、まずボリューボーカルのチェック、はい、テストテストとか。はは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 。もう一度。はいはいはい。はは。こんなもんかな。あぶらない。大丈夫かな。ポケットにある。はい。この電話をセッティングさせて、前回の時は、はい、ちょっとアプリ使ったんですけども、今回はアプリ使わず全部標準の機能でやります。まずカメラですね、はい、動画の撮影もできて結構しか見たことないか、こっから見たことないか。これが便利なところが、こっち側にもカメラ向けれるんですね。こういう風になってですから、ここで皆さんが映りますね。こういう撮影ができるんです。ですから自分でこう確認しながら、こう、あ、置いちゃってください。はい、置きます。自分がちゃんと映るような感じで、
私もなんとなく映ってた方がいい、映せなくてもいいかもしれないけど、ますね、時々カメラ目線にすると、はい、見てる人も寂しくない。いいですね、これどんな感じで映ってるのかとかお見せしますので、あ、私いいですよ、私いいですよ、はい、これでどうでしょう、はい、いいですね、はい、でその赤いポッチありますね、まだ押さなくていいです、はい、そこをポンとして、スタート、はい、でまず曲、楽曲の説明ですけれども、2時間目にやりました、土方さん、藤野ういこさん文化社っていう会社やってるんですけれども、これもすごい名前なんですけども、その取引先の地球防衛堂さん、地球防衛堂さんの社歌というのがありまして、ありましたってなかったんです。でそれをさっきの土方先生が作詞したんです。それに曲をつけました。それの初お披露目、実は昨日もやったんですけどね、お披露目を今日やります。はい、地球防衛堂社歌、なぜゆえにそれゆえに。じゃあスイッチお願いします。はい、スイッチ、はい、おう、それで撮りましょう、うん、あ、そんなすごいことが、手取りながらここに映るんですか。あ、映んないや、でしょ、でしょ、あ、キュッと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 、その間、ツイッターとか見てるかな、アップロードしてください、すごい、ね、あ、何も食ってない、何も食ってない、バランダ、あ、カラマ、カラマ、カラマ反応するんだ。なんとなくこう今ね、されてプレイすると途中でどっかね、あ、お、俺もちょっと小さかったかもしれない。隠ってみました、隠って、あ、そっともらえた方がいいです、段取りだけなんで、あ、これこっちも設定しなきゃいけないのかな、と小さいね、譜面台はもう使わないので、こうやって、あ、じゃあこれでやります、これで、まあ、止めますね、まずこれ、アップルの新製品まだ上手っす、上手っすよね、私ね、Mac は絶対使わないつもりだったんだけども、この iPhone 面白くて面白くて、これも実際にアプリ入れていろいろ編集できるかもしれないんですけれども、標準の機能である程度こう編集とかできるんですね、トリミングっていうので消したりとか、でも今時間ないんで面倒くさいからやりません。でこれをアップするんですが、まずこうこの動画選んだところでこういうポチッっていうところをやると、メールで送信とかメッセージとか YouTube に送信って出るんだ、でこの YouTube に送信っていうのをポンとやると、こうタイトルとか
編集ができるんですね。で、とりあえず、なぜゆえにああ、そうやって打つんですね。そう、それね、うん、初めて見ました。最初これ、私 au なんでね、何にも教えてくれなかったんですよ。ポンって渡されて、どうやって字入れているかわかんないし、これ放送していいんすか。え、あ、あ、あう、ひどかったですよ。手有名だな。とにかくiPhone、え、iPhone にするんですかって、とにかく他のスマホ進めていくんですよ。でも iPhone、 え、 iPhone にするんですか。そんなに進めないんだったら iPhone にしようと思っていい話は向こうからやってこないっていうのがあるので、きっといいんだろうな。え、人生が今なぜゆえにそれゆえにでいいんですよね、タイトル。はい、はい、とりあえず後から検索しやすいようにこれをタイトルにしておきます。で、選択で、こっちで全部やるんですよ、めんどくさいから。説明もこれにしよう。なぜゆえにそれゆえに、タグもそれにします皆さん覚えておいてくださいね。なぜゆえにそれゆえに検索したら出てくるようにいますので、はい、地球防衛同社会って入れた方が検索しやすいと思います。今入れるの、入力するのめんどくさいなと思ってから後から入れておきます。今とりあえずこれで、後からはもうちゃんとやりますよ。今日はこれで、カテゴリーコメディでいいですね。いいですよね。オンリーで待て。え？違う。多分用意してたんですよ。いや、なんでデフォルトコメディなのかもしれないです。私は音楽しかいつも入れてないんで。でこれでいいのかな。で公開。でここでなんか出てますよね。アップロード。ね、なんか変換してるんですね、多分。これアプリはデフォルトで入ってるやつですか。そう、アプリ入れたらもっと編集とかもちゃちゃっていろいろできるんだろうけども、これ見ててもしょうがないんで、あと30何分とか出てますから。あれ違うか、約1分だ。でも多分これやってあげて見えるようになるまでちょっと時間かかると思うので、それまでにもう一曲ライブを。当分画面このままなんで。いいですか。はい、ではですね、オロチマルズというバンドがあって、来月の7月28日にアフターダークカフェというライブをやります。でさっき交渉して藤野由子さんもゲストに出てもらうことになりましたので、でそこの階段に降りるところに知らせを置いてきましたのでよろしかったら持ってってください。あ、なんか脱ごうとしてるし、いいですね。
真の女王シャルタリルロダンあるよ輝ける化身の花の一品のリル忘られぬ面影麗しきワリルで友達に知らせるとか言われてるんですけれども、で今はここでスマートフォンをお持ちの方、あ、お持ちの方、あ、上がってる、持ってます？で YouTube 見れます？出てこないです。出てこないです。全部ひらがなでよかったですか？全部ひらがなで、なんでゆえにそれゆえに出てこない。私のでは上がってます。まさかもう携帯電話を切らないでください。ここは電波状態がそんなに良くないかも。あった。これ YouTube の感じですよ。変な世界になってる。私はこれそのまま見てるけども検索できるようにまだなってないのかなとしたら、ピカシュウみたいな映像になってる。ちょっと違うものを思い出したけど、ちょっとポケモンね。検索してみようかな。これ80年代多分ナブゼユニットエイジサッチ提出すればいいんですか。で、これで検索出てくるのかな。また頭がっていう、あ、なんか違うのが出てくるな。まだ反映されてないし、でかないよね。じゃあですね、こうしててもしょうがないんで、上がってることは事実なんで、次の講座やってる最中に何か処理します。少々お待ちください。終わりまでには何とかします。今日はどうもありがとうございました。Amazing.